平野紫耀、RIHAT8 のダンスパフォーマンスで活動再開準備中。岸優太との合流も期待。ファンの熱狂が高まる。ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏の新事務所、トベに7月に合流した平野紫耀が、待望の本格活動再開に向けて準備を進めていることが報じられました。その兆候は、25日に公開された朝食ダンス動画で明らかとなり、ファンや業界関係者からの期待が高まっています。平野紫耀は、キング&プリンスとして活動していた時期に、高難度のダンス曲、アイチャイバンと、月読みの振り付けを手掛けた世界的なダンサー、RIHAT8 の親交が続いています。そして、この度の動画では、平野と RIHATA が音楽に合わせて見事なダンスパフォーマンスを披露し、そのキレキレのダンススキルに多くの注目が集まっています。現在、平野は音楽活動を休止中ですが、この動画を見る限り、キング&プリンス時代よりもそのダンススキルを磨き上げている様子が伺えます。おそらく、公の場での活動が控えているだけで、裏では精力的にダンスの練習などに励んでいるのでしょう。この動画に対するファンからの反応も熱狂的で、この数ヶ月間で紫輝くんがどれだけ研鑽を積んできたのかわかる、鳥肌。二人ともかっこよすぎ、最高です。息をするの忘れるくらいに行っちゃいましたといった絶賛コメントが殺到しています。多くのファンからは、早くライブやってほしい、といった声も上がり、音楽活動の本格再開への期待が高まっています。平野紫耀は、10月28日に発売されるファッション誌、ELLE ジポン、L ジャポン、11月号の特別版で表紙を飾ることが決定しており、これも本格活動再開への兆しと言えるでしょう。また、同誌のインタビューでは、会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので、海外でトライしてみたいと今後の抱負を語り、国内外でライブを行いたいという意欲も示しています。ファンからの支持が高まり、特別版の予約開始直後には各ネット書店で売り切れとなり、わずか1日で重版が決定するなど、その人気の高さを証明しました。一部のリアル書店でも販売は行われますが、予約分のみ販売という見込みです。一部の書店では混乱を避けるために、抽選制での販売を発表し、異例の状況となっています。また、雑誌グラビアのオフショットで着用していた高級ブランドのアイテムも売り切れになり、ファンの購買力の高さが浮き彫りとなりました。このため、本格活動再開が実現すれば、広告人気が急上昇することが予想され、映画やドラマのオファーも相次ぐでしょう。しかし、平野紫耀の本格活動再開について、ファンや業界関係者だけでなく、同じくキング&プリンスの元メンバーである岸優太の合流を待っているとの見方も強いです。岸優太はジャニーズ事務所を9月いっぱいで退所する予定であり、平野と同時にトベに合流した神宮寺勇太を含め、元メンバー3人が再び一堂に会すると、様々な仕掛けが用意されるのではないかと業界内で推測されています。岸優太の退所まであとわずかとなり、もしトベに合流するなら、10月か11月中、遅くとも年末までには何らかの動きがあるのではないかと予想されます。その際、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人が揃って本格的な活動を再開するのか、ファンは楽しみにしながら彼らの動向を注視することになるでしょう。平野紫耀の本格活動再開に向けて期待が高まっています。彼のダンススキルの向上やファッション誌での活動、そしてファンからの熱狂的な支持が彼の成功への道を開いています。また、元メンバーとの再会も楽しみな展望の一つであり、今後の平野紫耀の活動に注目が集まることは間違いありません。ファンや業界関係者と共に、彼の新たなステージでの輝きを期待しましょう。